おはようございます、鈴木真澄です。今日は4月の6日月曜日、月曜日はいつも、船橋のクラスが昼間あるんですけれど、残念ながら今お稽古ができないんですけれど、船橋の、クラスは前身は津田沼のカルチャーでしたが、その頃からずっと続けてくださっている生徒さんも今年78になられたんですが、もうすごく努力していつもとても熱心に真摯にお稽古を積んでくださっている方がいらして、今年の発表会にはファルーカを、目指してお稽古していました。で、今日はここでファルーカを、お稽古用に撮りたいと思います。ファルーカは4拍子とかまたは2拍子っていう捉え方もありますが、もうシンプルな拍子ですけれど、男性的とも言われてます。歌はありますが、あまり踊りに歌を乗せてとかっていうふうには考えられず、シンプルなリズムが根底にあるからこそリズム遊びをよくする曲です。で、これもギタリストの鈴木秀夫さんにご相談しながら、ファルセートの部分とかリズムをここでこんな風に切ってこんな風に止まったらかっこいいんじゃないかとか、いろいろアドバイスいただきながら作った曲です。ファルーカです。それではファルーカを説明しながらゆっくり、おさらいしてみます。リズムは1、2、3、4、こんな感じでありますね。最初何かギターのメロディーをいただいて、そのメロディーの区切りのいいところでこちらでジャマーダに入ります。1つ目のディスコビージャです。
てフェードアウトしてもらいます。自分の良きところで、一つ目のファルセットです。ここから始めます。タタタタンタティタタタタタンタタタティタタタタタンタタンタタタタン。根底にはリズムがあります。ゆっくりですね。1ルンカでした。